あれで工事よ。おん。まずはセリーグ工事、サトテル選手抹消。続いてパリーグ、ナマスカが抹消されました。2軍ならたくさんする練習する時間あるはず。西武といえばドラフトだったのに、タイトル野手が2016年の源田が最後なのは悲しい。もう一度2軍から出直しだね。本当に危機感を持ってやらないと。言っちゃ悪いけど、なんで1軍いたんだろうって感じの成績だったって印象。パワーアップして帰ってこい。上がってくるまで精子出すの禁止な。去年の交流戦くらいのベッケンがすげえ希望だったから悲しいよ僕は。真っ当な判断、下で一から頑張ってほしいですね。地獄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 、入れ替えなしとか本当に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 やめてくれた津波。いつになったらビシエド上限の。いい加減ファースト中田一人はきついって。木の卓降格ってわけじゃなかった。よかった、1軍でもホームランお願いします。 D の文字が見当たらないんすけど。どんでん、こういうメリハリがあるから好かれるんだろうな。サードのレギュラーに定着してくれ。鍋量、乳がえなしやったか、親子ゲーム決めただけやったか。25が上がってきました。阪神終了のお知らせ。門別の出花くじいてローテに定着させなかった巨人と佐藤打てる秋をマルチした日に守備で抹消させた中日、偉すぎる。ご視聴ありがとうございました。